戦勝賞は、ドイツ帝国及びナチスドイツにおいて、戦勝者に授与された希少。本賞は、第一次世界大戦末期の1918年に、ドイツ帝国が制定したのが始まりである。陸軍用の戦勝賞は、鉄棒と交差した剣をモチーフにしたのに対し、海軍用は、怒りと交差した剣をモチーフとした。1939年に、第二次世界大戦が勃発すると、 ナチスドイツによっても類似の戦勝賞が制定された。九百三十五年のスペイン内戦に参加して負傷したものや九百四十四年七月二十日のヒトラー暗殺未遂事件で負傷したもの専用の戦勝賞も制定されている。また戦後のドイツ連邦共和国では九百五十七年七月二十六日に制定された称号、勲章、 気象に関する法律に従い、多くのナチスドイツ時代の勲章、気象類とともに、針十字を除いたデザインの1957年版が制定されている。戦勝賞は、金アキラ、銀章、黒章の3等級からなっている。1回から2回の負傷で、黒章、3回から4回の負傷で、銀章、5回以上の負傷で、金アキラが授与された。 ただし、腕や足を失ったり、失明したりするなどの重大な負傷をした者には、臨床、再起不能となった者には、金明が必ず授与された。ありがとうございます。